ありがとうございましたとかも言いたくないです。解散本当はしたくないです。私も解散したくないです。したくないです。パワーアップさせて、条件をつけて、ちゃんとうなも参加してやっていこうかなって感じ。今はプロレスも YouTube も頑張りましょう。そう、それも持ってきた。え、すごい。ちょっと待って、一番すごい。すごいやってくれて、全部当たりです。あ、すごい。何が当たってもいいように、すべてなんかそれっぽいことが出てました。え、すごい。みんなちゃんとすごい。すごい。ケーキ食べましょう。ぜひ食べてください。ケーキみんなで食べよう。はい、かわいいです。かわいい。てか、今気づいたけど、お誕生日ケーキ、今日初めて食べるかも。本当ですか？そう、この間もないんかいってなったじゃないですか、興行の時に。そう、ないんかいと思った。ないのに、ジャイアンみたいにミノルが歌いました。え、なんかマジでこれどうすんの？そこまで仕掛けたら普通ケーキ出てきますよね。入ってくるな、なのに。いや、あの、本当ただ歌うだけで。いや、本当に。ほとんど仕掛けがないっていう。午前中にここに届きまして、で冷凍だったんで絶対凍ってるじゃん。置いといてくださいとは言ったんですけど。え、待って、うな、マジ知覚過敏なんだけど。絶対凍ってるじゃん。めっちゃマシロがよいしょって言ってるからね。よいしょ。これよし。え、待って、こっちにあった先輩の。あ、そうです、葵ちゃん1個下なんです。え、そうです。キャリア、キャリア、そうです、キャリアもね。やばい、バクル、真っ白が一番下だと思っちゃってる。まあでもね、1年時止まってっからね。そうです、そうです。だから葵ちゃんと同期だよ。そうなんだ、中谷です。実食ですか？うわ、なんか凍ってそうで怖い。いただきます。あ、食べていい？うまい。あ、おいしい。食べよう。え、セミの試合どうだったの？ね、自分たち的には全員初めましてだった。キリオさん以外は自分は初めましてでした。自分は京子さんとちさ子さんが初めましてでした。ちさ子さん以外あります。意外と。え、誰が一番怖かった？京子さん怖かった。京子さん怖かったですね。前よね、見た目圧が、大きさがね、大きいから。マッサージあるかな。マシロさんの。私ですか？ほら、パーソナルトレーナーって言ったから。あ、では、デッキはできます。では、行きます。あ、キュウリ気になる。あ、普通にうまい。ねー。え、マシロって得意なことあるんだね。マッサージは結構得意です。え、めっちゃ気持ちいいんだけど。だってこの揉み方がちゃんと分かってる。なんか分かってる。こうじゃないんだもん。もうすごい肩甲骨が、はい、やばいよね。自覚あります。いてー。すごい、真っ白の特技見つけた。初めて。すごい。嬉しい。これはもう工業の裏でマッサージサービス業だな。本当だ。できる。あ、これはでもマジでお金払える。お、嬉しいです。本当にめっちゃうまい。すごい、すごいですね、塊。塊。でもやばいよね、今。ガチガチです、めっちゃ。全くいけてない。え、それパーソナルでやってた技術？あ、そうです、そうです。教えてもらって、あと自分で調べたりとかしてました。
マシロって自分で調べるんですか？調べます。調べなそうじゃない？え、これなんだろう。でもまあいいか。でも俺もちょっとこれ、マシロちゃんにマッサージやってあげてって言われて、下手なんだろうなを今言ってた。え、めっちゃうまい。まさかのうまいって。え、めっちゃ気持ちいい。え、嬉しいです。やった、1年間無駄にしない。だってこれほら、おだてたらどんどんやってくれるから。いや、でもこれはひどい。ごめんなさい、これひどいですか？昨日の夜やってたんですよ、塩ごり。え、これは自分で作るの？いつも。あ、自分で作ります。なんか家で自炊とか。食べる、食べたい。え、これ食べていい？美味しくなかった。え、じゃあ自炊しようってなって、え、毎日してる？毎日してます。え、らすごい。私一切使わないです。一切。りさちゃんやらなそうだね。はい、コップも。でもあんま良くないです、この時代に。エコじゃない。あ、紙コップをって、はい、一回一回変えてるってこと？一番やばいタイプの紙皿の人。紙皿っていうか、もう家で食べないです。あ、全部外で食べる。大丈夫です。家で食べてもコンビニで買って。そうね、はい、一切。マジで1個だけ言ってたけど、それマジでババアになるよ。でも私の見解は、コンビニ弁当は防腐剤が入ってるから、人間も防腐しないんじゃないかな。喧嘩ぶつかる。絶対ババアになるよ。怖い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 。でもウナより早いと思う。やだ。もう本当に作りたくないんです、料理だけは。なんで？ね、すごい嫌いです。え、彼氏ができても、なんか、ハンバーグ食べたいなとか言われても、そんな人と付き合いたくない。やばい。じゃ、作ってくれる人がいいです。食べたいなって。でも今ならわかる。そうですよね、若い時は作ってた。で、若い時っていうか、忙しくなければ全然作るけど、もう今無理だ。作ってくれる人、全然作りたい。すごい嫌です。うなぎさん作られますか？めっちゃ作ってた。でも料理が一番得意だと思う。あ、そうなんですね。思いは作る。気が向いたらって感じです。何作るの？和食好きですよ、自分。食べるのが好きなんで、和食作ることが多いです。何作る？和食。煮物とか。意外。あるじゃないですか。手羽野菜スティック食べれそうだよ。好きですけど。手羽元と大根のあの煮物。あれとかめっちゃ。すごい。でもマジで自炊できない女って本当に一番最悪だと思ってる。なんで？じゃあ着替えるけど、この肌がこうやってこう触れ、家具に触れたら、やばって思って、これ除菌シートで拭きます。